はい、どうも、こんにちは。イケケンチャンネルです。はい。今回はですね、ちょっと、試してみたいことがありましたので、急遽動画撮りました。はい、というのは何かと言いますと、今僕ね、動画出してたんですけども、そこでですね、ちょっとコメントいただきまして、どれかな？これだ。はい、今コメントいただいたばっかだと思うんですけど、ちょっとね、お願いしますね。よいしょ。守る一かえやさん、初コメ失礼しますと。で、P30 ライトと P30 ライト、多分 P20 ライトと P30 ライトのアンツツ比較してみましたということで、使用環境にもよるのかもしれませんが、私の端末では13万オーバー記録しましたということで、で、これはインスタグラムの写真、出てますね。これリンク貼ってありますけど、ということなんですね。ちょっと見てみましょうか。見れるかな？見れるかな？見れるかな？あ、これは使ってもいいかな？ 使ってもいいかな？ちょっと使ってもいいってことにしといてください。ごめんなさいね。ここに、ああ、これあれだ。早送りしてくれてたやつですね。で、右が、どっちがどっちだ？どっちがどっちかわかんないんですが、どっちがどっちだ？とりあえず、こういうような感じで、なんかね、出てるんですよ。で、まあ、今ちょっとこれで戻りますね。すいません、ちょっと戻ります。戻ります。あれ？戻らないぞ。ちょっと待ってください。よいしょ。あ、間違えた。よいしょ。これか。よいしょ。で、あ、すいません。これで戻りましたけど、P20 ライト以前の端末の足りないところを潰して、ノバライト3のいいところを持ってきた感じが、要所で感じられます。ということでね、まあ、やっぱいい機種ですよねってことで、コメントありがとうございますね。それでですね、この P20 ライトと P30 ライトのアンツツ比較で、まあ、13万オーバー記録しましたってことで、あ、すごいね、と。で、僕、確か前11万6千ぐらいだったような気がして、ノバライト3とね、比較して、P30 ライトがなぜか負けちゃったんですよ。でも、おかしいなと思って、今、ここに、こっちノバライト3、こっち P30 ライトなんですけど、ちょっとね、軽くアンツツ回してみたんですよ。そしたら、アンツツ回してみたら、今回してみたんだけど、なんと、13万3000いってました。はい。そして、こっちのノバライト3の方は、アンツツどこ行った？あれ？ノバライト3のアンツツこれか。ノバライト3の方のアンツツは12万2400なんですよ。で、この前は12万2400ノバライト3で、P30 ライトが11万6000か7000ぐらいだったんですよ。あれおかしいなと思ってたんですけど、これだとこういうふうに P30 ライトの方が、勝ってますよね。で、ちょっとね、もう一度回してみますね。ということで、これはどうすればいいのかな？こういうふうにして、あ、再テストっていう、こっちの方を回してみますんで、これで皆さんよろしくお願いしますね。はい、はい。ということで、今これ回してみます。ちょっと音でかいかもしれない。あ、僕のマイク拾ってないから大丈夫かもしれないですけど、そんな感じで、
右が P30 ライト、そして左が、ノバライト3です。はい、でちなみに今ね充電がちょっと少なくなってたもんで、2つともですね、ちょっと充電ケーブルに挿したままになっています。はい、というところで、ちょっと音うるさいね、ちょっと音うるさいからちょっと音ちっちゃくしようか。こっちちっちゃくして、こっちもちょっとちっちゃくしますね。ちっちゃくしすぎたか。うん、今んとこだいたいこっち少し早めに押して、こっち後から押したんだけど、まあ、順当にそういうような感じのスピードで、行ってますと。はい、というところで、これ今縦置きなんだけど、横置きにすればいいのかな、横置きにすればいいのかな、こういう風にすればいいかな、こうとこうにしましょうか。こっち P30 ライト、こっち P、ノバライト3です。はい、じゃあ今回ちょっとね、前回ってこれだいぶ前だね。P30 ライト開封してから、まあいろいろいじくった時に、P30 ライト、ノバライト3に性能で負けてるみたいなね、コメントもあったんで、おー、そうだなぁと思ってね、おかしいなと思ってたんですよ。まあでも、確か CPU とかそういうものは、ノバライト3と一緒で、メモリーが P30 ライトの方が大きかったような気がするんですけど、その数値に反映されなかったんで、まあもう一度ね、これで、測ってみますね。はい、というところで今日はですね、イケケン動画祭りということで、僕の、まあ、これ今スマホでね、動画撮ってますけども、僕今2台のスマホを駆使して、これ今撮ってるのギャラクシーノート8、そしてもう一つはこっちの方、この奥の方が P30 ライトですけど、この2つのスマホで、あっち撮ってこっち撮ってみたいな感じで、それで両方でパワーディレクターで、あっち編集こっち編集みたいな感じでですね、僕二刀流で、動画作成して、編集してアップロードして統合してるんですよ。でそういうのするとですね、なんとですね、1日に5本とかの動画は結構普通に撮れますね。まあ今日だけだろうな、こういうのね。まあ僕、まあ、もしね、まあ専業 YouTuber じゃないけど、うん、もし本当に YouTube に専念するんだったら、結構ね、僕なんだろう、一人メディア的なね、ことできるかなとか思ったりもしますけどね。いろんなね。まあ、あと自分で、オリジナルの、まあ、ニュースとかね、いろんな事象とかを考えてまた、取り組んでいかなきゃいけないと思いますけども、うん、とりあえず今、こう、何か疑問に思ったこと、ニュースとかでもね、何でも、まあ、ガジェットに通ずるところですけど、そういうところをちょっと疑問に思ったところは、こう他の方がやってたり、まあ、もしくはそのニュースとしてその他の媒体でやってたとしても、自分でねもう一回取り上げ なくちゃこうなんか気持ち悪くてですね、今そういうような感じで、まあ、いろんな動画を出していますと。はい、というような話をしてて、まだ 60% ぐらいですね。もうあとちょっとですね。これノーカットでやってますんで、皆さんお待ちください。ここら辺で少し、ちょっと P30 ライトの方が、やっぱり、だいぶ前の方行きましたかね。うん。最初のそのボタン押すタイミングよりもだいぶ前の方行ったような気がしますね。うん。さーてどうなりますか。はい。よいしょ、ここら辺でちょっと話す内容っていうかね、ネタがなくなってきたけど、さあどうなりますかね。
アンツツなんですけど、これはアンツツベンチマークのバージョン 7.2.0 になってますね。うん、さてどうなるのかな。これあの P20 ライトもね合わせてやってもよかったかもしれませんね。まあでも P20 ライトはあの明らかにね CPU 性能が落ちてて、前回もやっぱり3分の2ぐらいかな、8万何千点ぐらいの点数で終わってましたんで、まあ、正直その普通に使う分には P20 ライトでも全然もう引っかかりもなくね問題もないんですけど、このまあ要は限界性能っていうの、そのスマホの持ってるポテンシャルを出そうとするとやっぱり新しいものがどうしても早いというかね、スペックが高くなりますね。はい、さあどうなる。まあ今 82% まで来ましたんでね、まあまああともう少しですね。よいしょ、さあどうなるかな。あとですね、僕いろんな動画を撮ってましてですね、なかなかねこう順番に行きたいんだけどなかなか行けないですね、連動していきたいんだけどこういろんなものを各方面の動画撮らなくちゃいけないので、こうなかなか順番にならないんですけど、そこら辺はちょっとご了承くださいと。はい、だいぶねアマゾンも多少減ってきまして、まだ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 あるんですけども、でもだいぶ減ってきてですね、まあもっともっと6月中にはね、全部なくして、でこうすからがんというか自分のストックみたいなものをゼロにして、まあ例えば企業案件とかね、なり、今また新たなガジェットなり、まあ、もしくは逆にもうしばらくガジェットを買わないで、ちょっと一旦その断捨離っていうんですか、少しね、自分のその持ち物とか、まあ、思いを一旦立ってみて、本当に必要なものに一旦こう絞って、また新しくね活動するっていう、そういうのもいいかなと思ったりもしています。もうあとちょっとだね。結構時間経ったけどね。あとちょっとです。ふぅ。これ手持ちだから。手持ちだからこれ疲れるな。はい、もうあとちょっと。ここら辺で縦にすればいいのかな。はい、よいしょ。ここら辺で縦にしましょうか。おぉ、来た。来たよ。あれあれガーン。また鳴ったよ。おかしいね。またなりました。こっちが P30 ライト119,700。こっち ノバライト3が121,000ってことで、単独で測ると、さっき133,000とか言ってて、こっち126,000ぐらいだっけ？なんだけど、こう、なんか、ちょっといまいちよくわかんないですね。こんな感じでございました。うん。どうしようこの動画いや P30 ライトの方が前は ノバライト3よりもスペックが低く出たんだけど、実際はやっぱり高いんだよっていう話をしようとしたら、こういう風にがっつりと撮ってたらやっぱり同じような結果になったというね、なんじゃこらっていう動画ですけど、まあなんでしょうね、このアンツツベンチマークももしかしたら多少のフレがあるのかなっていうところですね。うん、その原因が何かわかんないですけど、うん、はい、ということでした。はい、ということで今回の動画は以上です。はい、まとめますと、今はこっち P30 ライト、こっちのノバライト3で、最初に比べて行った、アンツツベンチマークテストと一緒で、なぜかノバライト3の方が、高くね、数値が高く出てたんですけど、この動画の最初の方ではアンツツベンチマークでは、
P30 ライトの方がね、もっと高くなってましたんで、まあ、ちょっと振れ幅があるっていうことで、まあ、なかなかこう、なんとも言えないけど、まあまあ、大体似たような、スペックなのかなというところでした。はい。ということで、今回は以上です。なんか無駄にね無駄な時間を過ごしたかもしれないけど、まあ、せっかくこれ動画撮ったから、このまま動画にアップしますね。ということでね、また、ノバライト3、そして P30 ライトの、まあ、ノバライト3、2月から使っているから、まあ、今6月だから、まあ、4ヶ月使用、ね、インプレッション。P30 ライトも、これも、いつから使ってますか、出てからすぐ使ってますから、どれだけかね、使ったインプレッションをまた今後ね、動画やっていきますんでね、また次の動画、もしね、気になる方はよかったらチャンネル登録と、高評価よろしくお願いします。ということで、イケケンでした。ではまた。